ダルク・アン・シエルが11月21日ニューアルバムキスを発表します。実にゴージャスな内容になったこの作品、タイトルにも彼らの自信のほどが伺えます。ユキが一番最初にこれがいいんじゃないって言ったような気がするな、キスが、うん、まあユキもキスマーですから、まあ、そういうことだろうな、まあ、いろんなことを歌ってるんだけど、なんか一本の紐でこう繋げらんねえかなみたいな。確かにイマジネーティブでドラマティックなナンバーが揃っています。入り口が肝心なんですよね。同じような入り口だとやっぱり同じ材料しか出てこないから、例えば自分の母ちゃんのこととか死にしたことないけど、多分いろんなもの引き出し出てくると思うんですよね。今回も分かりやすいクリスマスとかね、なんかちょっとサスペンス映画風とか、そういうのもなんか今まで分かりやすくやったことはないからね。そんな時のハイドはいつもと別人だったりするのでしょうか。まあ、不思議なテンションの時はありますけどいや今日はよく喋る日だなとか疲れてんのかなとか、まあ、そういうのは、まあ、息はあるな、今日機嫌悪そう時間も贅沢にたっぷりと使ったそうです。特に俺の曲とかは俺が優柔不断なんで時間がかかりますね。それどいいけどどうなのかなとか言ってる間に3時間ぐらい流れます。丸1日かけて作ったものをなしとか。昔は Yukihiroが特に時間がかかる人でしたが、今回はどうだったのでしょう。昔はひどかったよねひどいじゃん。1曲に3日ぐらいでみんな、いや最初のやつが良かったよ言ってるんだけど本人気に入らない。1日2曲ぐらい撮れた時もあったよね、うん、3曲行こうかっていう時もあったよね。あったよね。今回何がそうさせたのユキよみたいなぐらいね賢かったです